こんにちは、皆様。はじめまして。私は萌野那さんと申します。19歳です。誕生日は2001年の5月の17日です。私は今、日本語の学生です。2019年に高校を卒業しました。高校の名前は、Engineering University School and College です。私は今、Axiom Education に日本語を勉強しています。出身は、ダッカです。私は今、ダッカのキルガオに住んでいます。家族は3人です。母と兄貴と私です。夏は苦手なので、好きな季節は冬です。好きな食べ物はカチ、そして好きな飲み物はコークです。私にとって日本語はとても楽しいです。漢字はちょっと難しいですが、漢字の勉強方は面白いです。私は日本が好きです。日本は経済に3番目です。日本の街もとても安全です。私は日本のアニメをたくさん見ました。時々漫画も読みます。私は日本へ行きたいです。そして日本語を勉強した後、日本の大学に入りたいです。日本の東京大学と京都大学が好きです。天文学に興味がありますから、趣味は星を見ることです。将来の夢は日本の大学に天文学を勉強して、そして宇宙のことを研究することです。宇宙が好きですから、その夢のために私は今頑張っています。皆様、どうもありがとうございます。